陸には致命的な欠陥がある。あの子はショービジネスの世界で生きられないよ。時間だ。それじゃあバイバイ。リクに伝えて。甘えた覚悟でこちら側に足を踏み入れないで。真剣にやってる僕たちの迷惑だから。新しい振りもタイミングが合ってきたね。早く人前でやりたいよな。みんな練習励んでるね。お弁当が来たから休憩しようか。おお、ゴージャス。トリカルダブル弁当ですよ。たまには豪勢にしないとね。高かったんじゃないですか。予算のことなら気にしないで。しばらく俺たちが梅干しおにぎりを食べてればいいだけだから。早く幕の内弁当を食べてもらえるように頑張りますね。頼んだよ。うわ、めっちゃうまい。あのさ、ばんちゃん、君は万里さんまであだ名で。俺たちいつテレビに出れる？まだまだ、もうちょっと先か。なあ、なんで玉木はテレビにこだわるんだろう。顔が映るから。かわいいな。俺昨日テレビに出たんだぜってクラスメートに自慢したいんだ。そうちゃんは悩みがなくて幸せそうだな。じゃあどんな理由なんだよ。実はさ、俺。皆さん聞いてください。大事なお話があります。やめろって言ってるだろ。あ、何事です。ごめん、何でもないんだ。イオリの言うことは気にしないで。七瀬さん、みんなに話すべきです。あなたは、うん、そうだ、みんな
喉乾いただろ。イオリと買い出しに行ってくるよ。サンクス。メロンソーダがいいです。俺、王様プリン。王様プリンな。オッケーオッケー。ほら、行くぞイオリ。リク君？なんだこいつら。トリガーのマネージャーさん、おっかなかったな。それより、どういう意味なんだろう、九条の言ってたこと。リクがステージに立てないって。それが二人で消えちまったんだ。